菜了，你看。好，じゃじゃん，我已经换好衣服了。着替えてこれからパンケーキ作りの体験をさせてもらうんですけど、ちゃんとうまくできるかな。私作ったことなくてパンケーキも。今天就是我的初体验了，有一点紧张，希望可以做得很好。好，现在呢，我要开始体验，要做松饼了，就这样。嗨，じゃあお願いします。丸く。丸くちょっと丸く。あ、こんな感じでいいんですね。お願いします。わかりました。はい。え、できるかな。はい。はい。いいかな。丸く丸く。上手ですか。そんな感じです。はい。本当？上手。おお、上手ですね。すごい上手。なんかちょっと大きく作りすぎちゃった。大丈夫、大丈夫です。どれぐらい待つんですか、これで。もうちょっとこうプツプツなってきたらなんですけど、もうちょっとですね。なるほど。ひっくり返します。はい。はい。おお。うまくできるかな。オッケー、オッケー、オッケー。嘘。あ、お城さん優しいから。え、そのまま固まるまで置いて、でこっちで、はい。はい。あ、太難了。等一下、我从这边开始。え、だって真ん中難しくないですか。そう、オッケー。え？え？どうしよう。あの失敗しても大丈夫なんで、そのまま。優しい。はい。完蛋了，完蛋了！等一下，我觉得这个很危险。No， 我觉得不简单哎，为什么？大丈夫。啊，上手。ほら，太很温柔。だこっち、OK。啊，やばい。大丈夫。啊。難しい。難しい。すごい難しい。あ、本当ですか？ひっくり返す。でもこれも可愛いので、こうちょっと。もう撞歪了。歪歪。まあ初めてでも初めてにしてはすごい上手。ええ。上手。そうなんだ。うん。はい、なるほど。もうそろそろ焼けました。はい。じゃあこれで。はい。ちょっといいですね。はい。所以真的是要很用心，要用爱做才能。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ちょっとテンパってる。はい、あ、できました。できた。です。お、はい。すごい。可愛い。完成了，你看。所以我现在就是要挑战自己，但是呢，因为这一次来到仙台嘛，仙台有一个东西很特别，它呢就是叫做毛豆泥。这个呢只有仙台这个地区才会有的，我这一辈子也没有吃过，所以今天我的松饼里面呢，想要把这个正打放在上面。这就是我这一辈子第一次做的，好，我切。好，そして、そしてバニラアイスを。頑張って。こんな感じ？そうですね。はい、はい、いいですよ。甘い。うん。好好吃哦。甘い、美味しい。あ、可愛いですね。はい。ランダムに。超像洛那个洛里。很特别、欸，那就很像
很像绿豆糕。原来毛豆也是可以这样做的。で自分がソースを作る。哦，哎，哇哟，这个太让我紧张了。可爱。こんな感じ。あ、いいですね。はい、できました。じゃん、这个就是艾莎特制仙台蜜蜂松饼，美味しいよ。